SMH 始まるよ。スタート。はい、はい、25回目 MH ラジオ。お久しぶりです。わー。いやー。なんやろ、年明けて変な感じで、こういう感じでいくのかな、我々。エブです。リーダーです。シカです。チャッピーです。じゃあもう今日は、チャッピーさんとシカさんが入れ替わりということでいいんですか？まあな。ややこしいからやめましょう。ちょっと古いんだよな、うん、君の名も。君の名はもう古いな。ああ、君の名のあれやったのね。いや、絶対お前ら出会っても嬉しいなやろ。おう、おう、知ってるし。入れ替わっても、あれ鹿さんになってるやん、俺っていうぐらいやろ。いや、鹿がかわいそうだよ。ほんまやこんなデブになっちゃう。チャッピーさん。言ってくれるな、俺の容姿を。剛毛になるし。チャッピーさん、ちょっと容姿があんま良くないんでね。俺の容姿はもう最近ちょっとやばい、ね。しかも、毛がすごいしね、さっきもそう見たけど。そう、この前さ。うん。ガス止められて。え？なんなんか、それもう単純に金払ってなかった。うん。生存権に関わるやん、それ。ガス止められて。そうでもないやろ、別に。あの、ガスは別にどっちでもいいやつやろ。ガス、その日に払ったのに、その日の夜帰ってきて、まだガスが通ってなくて、うん、3日お風呂入れんくて、うん、そのまま会社に行ってたんやけど。うん、入らんまま。うん、まあ、匂いとかはファブリーズでなんとかなるんやけど。ファブリーズってな、ああ、大衆ね。体に拭いてんの、お前。うん、こう、塗って。塗る。あの、こう。あの霧吹きの部分をパッと取って手にこうそうそうそう、なんかこの化粧水的な感じでやっててんけど、うちのほとんど同じことしてるよお前やっててんけど、さすがにちょっと髪の毛がすごいベタベタになってきて、はい、やばいな、油がね、どうしても銭湯行かな、うん、銭湯行くにもなんか寒いし、うん、原付で行ってさ、うん、帰りになんか風邪ひいても嫌やなと思って。うん、湯冷めしちゃうからね。それやったら、俺は匂いを取るわ。ああ、まあまあまあ。まあ臭いままの方がまだ。まあね、フランス貴族とかそんな感じ。なしね、まあ、中世。香水でごまかすみたいな感じでさ。だからやったら。フリーズでごまかすんやけど。まあ、辛かったね。まあ、3日入れないと結構ね。3日入れない。ほんまになんでなんやろ、大阪ガスに問い合わせたら、うん、お金払ってるんですけど、って言われて。あ、お金払ってるんだったら、確認しますねって、うん、で確認して通しました、うん、通しま今日通しときます、うん、でそれって払ったらすぐ通すもんじゃないのかなって、ね、まあそうだな、払ってるからな、まあ確認されてなかったんやろな、じゃあそのガスの請求の仕方もおかしかった、うん、お風呂しか使わんからさ俺、お湯って、うん、だからガス代がそんな高くなかった、はい、で少なすぎてガスの使ってる量が、うん、1ヶ月前の分、だからその次の月に繰り越して請求します、うん。まとめてね。そうそうそう。うん、って言われて、あ、そっか、じゃあ次の月も使ってもいいんや。お金払わんでもいいんや、ってなって。あ、長い。やってたら、一瞬で。一瞬で。でなんでその電気ってさ、催促が来るんやけど、ガスって催促来へんの、うん。なんでかなってこう見てた、調べたら、電気は生活に最低限必要なもん。だからちょっとの猶予はある、うん、ガスは別になくても大丈夫、うん、やっぱ言うたよね、なくても大丈夫じゃなかったんやけどなーと思って、生存権大丈夫やったやん、だってお風呂早いもん、だから別に火ってなったから銭湯火ってなった、何その感情は火分かる分かる、だからあれ、こっち入ろうとしてあったかいの流したら冷たかったから、火ってなったん、火、なんていうの、便座、宇治原の便座開けて陶器の部分に座った時と同じ話めっちゃ冷たい、ね、まあ、あれね、そういうのがあって、まあ、今年ちょっとまあ一番でかかった、ああそれ一番でかいわ、まあ、確かに1ヶ月の間の起きた出来事としてはすごいですよね、まあ、ついこの間やけど、うん、まだそれはついこの間やけど1ヶ月しか経ってないんやから、まだ1年明けて年明けて我々も、うん、じゃあ17年そうです、平成の29年、そうです、平成は30で終わるらしいから。あ、まあそういう話もね。死んじゃうの？死んじゃうの？いや、生前単位。死んじゃうって言い方やめてもらえません？しかも予定みたいにね。自分で命をどうこうできるもんじゃないんですよ。俺死ぬわ。
来年で。平成が終わって何になるんかは分からんけど。いや、まあ、それも別にまだ決まってないけどね、全然。全然違うって言ってるけどね。俺らも平成一桁世代って言われる時が来るか。今も言われるやろ。言われてるんやな。なんで変わる予定なの？変わらない、別に。ずっと言われてるで。いや、その、馬鹿にされる以外は。ああ、どうせ平成一桁世代やろ、お前。ああ、だから今で言うその昭和みたいな感じでね。昭和一桁世代に、俺ら今バカにしてるけどさ、常に。昭和一桁世代。一桁世代なんかあんま合わないの逆にそんなバカにできそう。もうすごいやん。俺のひいおじいちゃん、107やった。おぉ。今年で。大正やん。もう大正。大正の。明治。明治の一個前。江戸時代。江戸時代。違う。江戸やと思ってたら元号は明治の前にもう一個あって。元号何が忘れた。なんやねんそれ覚えてないって今の話成り立たへん。元禄700とかそんなんじゃないか。700もないやろ。俺は江戸が200何十年続いて、だから江戸何年とか言ってるんかと思ったら、それはまあ、じゃあさ、天保の大飢饉とかさ、あれも元号なんや。うん、天保何年とか言う、ああ、はい。そういうので明治の前になんか一個何がしがあって、うん、あ、まあ、それはある。ああ、そういうことね。それはある。それ生まれらしい。まあ、ボケてるからあんまりほんまかどうかわからない。まあ、要は江戸時代ってことやな。江戸時代。うん。以上。なるほど。今日終わりちょっとな、リハビリをせなあかんやろ。そうね。我々もう1ヶ月ぐらい空いてるんで、ね。12月の18でしょ、前撮ったのが。もう1ヶ月半か。うん。それはまあ、なまるね。うん。なまってんのよくわかったもん。始まっていきなり何の話すんのかなってガス止まってん俺って話で延々10分ぐらいされたもんな。あ10分も経ってない。6分34秒だったので、そこはきっちりしてる。うるせえなしかも今年最大の。いやいや、なんでみんな1ヶ月やのに今年のことを語ろうつの目標とか方法言いなさいよ。これからどうするかを。なんで黙んねん。何もないんか。目標ね、目標ね。うん、目標は、まあ、今年は、クロールで25メートル泳げるようになります。ああ、あ、なんかこんなこと言ったらあれ、今までは全然泳げないんですか今は。あ、もう10メートルも泳げない。あ、そうなんや。俺も。え？俺も。え？ただ俺、脚力あるから、足だけで、泳げる。別にそれ、脚力あるから、ね。泳法の問題だって。脚力あっても間違ってたら進まへんよ。クロールはできへんけど、まあ、25メートルぐらいなら俺は泳げるかな。逆に足で泳げんねんって、あと手つけるだけやで、正直言うと。だから高校の時とかそうやって。もうだからできてるやん。あってもなくても一緒やなーって思って。ああ、なるほど、できる。息継ぎやだから、まあ、ラジオやから分からんけど、うん、バタ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 ってやって、背筋をする。ああ、だからあの、で、バタ普通のバタ足と同じ息継ぎの仕方ね。クロールしてんのに、上に向くっていう、横じゃなくてね。だから横向いたら、耳に水が入るからさ。うん、いや、全部、プール入ってたら、もう入ってんねんから、すでに。そんなならへんって。俺らだから、プールはもともと嫌いねん。まあまあまあ。うん、嫌いそう。うん、まあ、俺もね、泳げへんねんけど。嫌いそう。まあ、まあまあ、水苦手やから。俺も泳げへんねんけど、ね、まあ、泳げへんってことも正直ないよ。25メーターは、息継ぎなしで頑張っていけるから。根性で。あ、なるほど。息継ぎは苦手やけど、いらないっていう仕事。息継ぎはできんけど、25メーターはいける。半魚人みたいな発想やね。すごいな。もう一応俺は普通に泳げるから、あんまり。まあ、じゃあ、しかも、それね、25メートル。じゃあ、プール。20メートルでもいいけど。プール帰って練習とかすんの？あ？どういう意味？はじゃなくて。まあまあ、俺のじゃあ次目標言おうか。あ、いい。それはそれでどうなまあ、どうぞ。俺の目標はまあ、早寝早起き。エルさん、早寝早起き。え、何？エルさんは小学1年生なのかな？今年。そういうノリやん、これは。ああ、プール、あ、プール、いや、別にプールは小学生やったらみんなできるってわけじゃないよ。それこそお前バカにしてるの、ほんま。それは別に容器言いますよ、泳げない人なんかは。それこそ、立地の関係でね、都道府県によってね、そういう水泳の授業あんまないとこもあるし。うん、奈良県海ないから。そう。人口の半分は泳げない。そうらしいね。あ、そうなんや。京都も結構ね、言ってたよ。僕今京都住んでるんですけどね。京都の人なんか結構プールがない学校が多いから、あんま泳げへん人多いって言って。大阪はどちらかというとそういうのがすごい普及してるから、泳げるのが当たり前になってるけど。そうなんや。京都の南半分はみんな泳げへんやろ。南半分はどうか知らんけど。うん、でも舞鶴とかその辺の人しか泳げへんやろ。いや、多分舞鶴の人ももう泳がへんと思う。だってあんな海落ちたらすぐ死ぬもん、泳げようが、泳げまいが。寒すぎるし。そうやな。
ジャパンでリーダーを広げる。いや、俺は大阪出身やからね、僕は。あー、シティーボーイか。シティーボーイでチェリーボーイやから。そうやな。シティハンターでチェリーハンターや。いや、ハンターしてない。チェリーハンターなの。ハンターしてない。すごいやらしい。どっちかというと、狩られる側やし。狩られ待ちやから。全然買ってくれへんけど、もう、めっちゃ熟してるけど、誰も買ってくれへん。もうそうそう、ドロドロだって溶けてくるで。ジャムにするしかなくなる。そうそうそう。長いキノコでこうやるしかないから。リーダーの今年の目標は？エルさん、あれでよかったの？早寝早起きするでよかったの？てか、早寝早起きも別に小学生に限らんやんか。いや、まあそうやけど、でもこの年でわざわざ意識することなの。いや、意識しないと無理じゃん。そうです。その無意識にはできない。まあまあ、それはまあ早寝早起きしようと思わないとな。無意識に。自然にできるのは、まあ、漁師か農家ぐらい、まあ、確かに。俺は、早寝早起きし。よし。俺も3時寝、8時半起きやからね、仕事。それは遅いね、うん、遅いな、うん、だから早いフレックスなんですよね会社が。だから別に8時半起きても全然、うん、あと仕事中寝てる？ね、そらない、そらない。眠いと思ってるけど。眠いと思う。あのパソコンの画面ほど眠たくなるもんだよ。そらないわ。パソコンはけどむしろ、ね、眠られへんなんじゃない。ブルーライトとか出てるっていうから。いや聞くでそういうこと。俺眠たくなるな、うん、座ってるからかな。まあそれやろ。バカやからやろ。あったかいからやろ。あったかいから。マフラー巻いてるから、私。いや、外せよ。一回怒られた、この前。朝練の時マフラー外せよって言われて。そうやね。朝練とかあるの？朝練あるよ、毎日。朝練の時よりマフラーしてマスクしてるから。そもそも朝練の時会、部屋の中やろ？うん。なんでずっとマフラーしてんの？忘れてる。忘れへん。あることが当たり前になってる。体の一部になってる。メガネと一緒なんや、もうマフラーは。そうそうそう。で、ラジオ体操してる時に、あれ？あ、首あったけえって。首あったけえ。ラジオ体操じゃないの？ラジオ体操する。ちょっとデスクやろ。デスク。あ、そう。目覚めん。だからみんな一緒にってことやね。もう関係なしに。まあ確かに一箇所だけやっててもおかしいしね。もうやんねやったらみんなやろうって。そう。早寝早起きか。早起き。まあまあ頑張ってください。頑張ろう。先生頑張って。いまいちその、どう結果発表するのかわからないですけど。僕一年頑張って早寝早起きしました。なんかデータでもつけてくる。自己申告制やな。ああ、データはまあ。大丈夫です。完璧に全部記憶してるから。記憶？秒単位で寝た時間と起きた時間記憶。すごいな。めっちゃ無駄なことに記憶使ってるやん。間の時間とかはどうなんですか？寝ぼけてるとか。何の間の時間？目覚ましが鳴って、うん、自分目覚ましになっても止めへんやつ。止めへんな。あの状態は寝てる。あれ寝てる。じゃあ止めてから、ちょっと動くのは。厳密やな。まあ厳密じゃないとね。止めてからちょっと動くっていうのは。で、俺んちで寝ててさ。うん、なんかうるさいなって思ってたらさ、バンって止めて携帯ちょっとチラッと見て、うん、ポン寝るやん、うん、寝てるやん、うん、あれもじゃあね、オフになってる。だからあれも寝てるよ、うん、で、じゃあなんかこうラジオとか撮って、うん、なんかこう横になってからさ、うん、なんかうわー伸びしちゃったみたいなこと言うやん。言うけど言うけどね、伸びて俺あーうわー最高に気持ちいい伸びしちゃったみたいな。言うから。寝るの気持ちいいっていうよくわからんこと言うね。うん、それ何の？なんか音しますね。シューって。それでっていうのもオフ。ああ、それはもう控除するよ、ちゃんと。控除する睡眠時間、あ、睡眠、それは睡眠時間に達するよ。ああ。寝てるときにチラッと起きて携帯見てる時間は控除する。控除する。ちゃんと。じゃあ、起きて、うん、で、出るで、行くでーって言って。そんな何やらしいみたいな。ちゃ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 。あーちゃ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 。あー伸び気持ちいいってるで、行くでーって。違う違う違う。なんかその次の日とかさ、もうそろそろ終わろうみたいな感じで。あるやんか。それ別れ話。違うよ。違うよ。だから。小田和正の話してね。例えば今日俺んち泊まるやろ、うん、で、その次の日にな、うん、起きろ言うて起きひん状態。うんうん、でもなんか起きてるんか知らんけど、ニヤ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 して。あの状態はどっちなのって。ニヤ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 。俺が布団引っぺかしたの。はぁーあれはどっちなの。いや、まあ、引っぺかされる直前まで寝てるよ。あ、引っぺかされて、チャピンにこう反応してるってことは起きてるよね。一瞬。まあまあ、だからその時間をちゃんときっちりするから、ね。まあ確かに起きてると言っても何もできひん時間やけどね。何もせえへんけどね。それを見てると3時寝8時半起きは多分できてないんじゃないかなって思う。で、ああ。だって俺んちで寝てさ、うん、
昼過ぎとかに起きる。まあ、よう寝るね。だから俺は土日はえぐいぐらい寝てる。だからその分、なんか、取り戻すかのように寝るんやろね。土日は FX 閉まってるからね。あ、平日。それはそれ、ね、寝てる時に。そうそうそう。平日はだから FX やらあかんから、起きとかないとからね。うん、そうそう。大変やな。ずっと右、パソコンの右上にずっとグラフ。右下には、ちょっと、ビデオ、映画。左には、ツイッター。忙しいな。ツイッターで、ツイッターは別にもうやめてるから何もないんやけど、ただ、エゴサーチでドル円ってずっと見てる。で、携帯で他の、なんか楽しみを。他の楽しみ？うん。それ以上何することやってるの？テトリスやってんの？めっちゃ無駄なことしてるやん。やめとき。よう映画見ながらテトリスできんな。全然入ってこんやろ、映画。テトリスできる？できるよ。どういう質問？できるよ、そら。テトリスできる？できる。できひん人って。いや、俺今パソコンでテトリスのソフト持ってるんやけど、うん、それで、なんか、動画にしたいな。ああ、いいよ。あ、テトリスをやろうみたいな。うん、ああ、それは全然いいんじゃないですか。まあ僕らにゲーム実況とかやってるんで。そうそうそう。それと同じやつ。そんな感じ。聞いてね。そう。あげたから聞いてね。見てね。うん。見てね。まあまあ、ゲーム実況の映像あるんでね。さすがに音声だけやったらすごいよね。何も分からへん。しかもやってんのが、今までね、クイズゲームと、いただきストリートっていう、映像ないと何も伝われへん。見ないと面白くないっていう。急に講談社って言い出すから。それもね、まあ見てもらったら分かると思うんですけどね、エールさんが、ね、奇跡の回答というシーンでね。うん、あれすごかったですね。テトリスはまあ一応こう。一回やってみましょうか、じゃあ。はい。まあ今日でもいいですけど、うん、この後でもやってみましょう。じゃあ、次の目標ですか？私ですか、次。あ、そうや。そう言ってないですけどね。うん、まあ、悩んでるんですけどね。まあ、聞いてあげるから。聞いてあげる。いや、それやと聞いてもらわなくて結構です。言ってくれって。言ってくれ。まあ、言うつもりでおんねんけど。まあ、どうしようかな。一応まあ、去年、ね、まあ、ラジオでとかで全然言ってないんですけど、そのなんか、僕らのね、仲持ちで80キロぐらいまで痩せるみたいな、うん。ああ、はいはいはい、はい。その時に 100キロなかったの ?95 ぐらいだったの、うん、で言うて。まあ一応今ね僕75キロなんで。おお、すげえ。まあ約目標達成したんで。20キロ ?20 キロ。で、一番太ってる時期から言うと25キロぐらいかな。100キロぐらいあったんで。すごいな。すごい。よう頑張った。頑張りました。だからまあ今年はさらにもう一歩。おもう25キロ。消えてなくなるよ。それは消えてなくなる。健康に害よなんですか。そういうことで。まあまあ70とかかな。マイナスいってもいいよ。マイナスいってもいいよ。でもさ、いけんのマイナスって。減り具合って実際どうなの？ずっと直線的に減ってんの？いや、そんなことはない。やっぱりもう減りにくくなってきてる。やっぱどんどんね、今ぐらいになるとほんまに減らないです。ちょっとサボるとすぐ増えます。俺、なんだかんだでさ、年明けてから80切ってるの。おあ、そうなんです。また痩せて。痩せて。ノロってか、まあ、ノロって。ノロってね。ノロは辛いね。ノロの話したっけ？僕らではやったんじゃないですか。ただもう。動画撮ったのって、なんか聞いたことあるんだよ。年明けやったっけ？いや、年明けはゲーム実況やったけど。うん、だから、言ってんのは言ってるんかもしれないね。もうあれよな、お尻から水が出る。はい、ああ、言ってないですよ。だからもう。非常識です。非常識。確かに。お尻からおしっこが出る。非常識よね。ほんま非常識。マジでやばい。平等から出すやつ。常識ではないよ、ね。もうな、からくりがな、おかしくなってしまった。からくりが。なんか出るところ急にスイッチ入れ替わった。そう。こっちじゃないのにって言って。びっくりして。で、まあ、上から出んかっただけマシなんやけど。そらまあ。上から出たらおしっこって呼ばないしね、もう。おしっこがまあ口から出てもおかしくなかった。マーライオンちゃうねんか、マジで実家のお袋の料理は気をつけた方がいい。全般。全般。そらお前とこだけでこういうのあれやけど。焼き魚3日間常温で置いといた後に冷蔵庫入れとってさ。頭おかしいやろ、お前の方が。で、俺が、これ食べていいって言ったら、あ、それ、まあ冷やしとくから食べていいよ。食べるやんか。夜10時くらいに食べて、朝5時ぐらいに、ほんまに俺、酔っ払ってなくて吐きそうになるってことが、うん、マジでしばらくなかったから、うん、なんやこれって思って、で、トイレ行って、記録しちゃって、うん、もう、めっちゃ出たから、うん、ほんまに、なんていうの、コンクリート、コンクリートをこうやってドバーってやるやんか、ミキサー車から。あれぐらい出て、固まってない。そう。いや、そんなには出えへんよ。ミキサー車って何トンとかやろ。やばかった。で何トンぐらいだ10トン。そんな出ないよね絶対。まあまあ全部で10トンやから。家で入って入ったこともなんかすごい嫌やったからもう一回寝るやんか、うん、うがいだけして寝たんやけど、俺その日歯磨きせんと朝、うん、おばあちゃんとこ行ったらなんか臭いな、
おばあちゃんが言ってきた。おばあちゃんが。なんか臭いなって言って。なんか臭いな。塗ったからちゃんと。ファブリーズ。ファブリーズみたいなんやけど、なんか臭いなって言われて、またなんか、誰か平行いたんかみたいな話しとったら、おばあちゃんが真顔で、いや、なんかそういうのじゃない。マジで臭い。おばあちゃんギャルな。マジで臭いよ。んで、そういえば俺はさ、ゲロ吐いたから、そこから歯磨いてないなって言ったら、出ていけめっちゃ厳しい。おばあちゃん、匂いにすごい厳しい。おばあちゃん、鼻効くからさ。鼻効くから。ああ、鼻がついてる。匂い感、みんなついてるわ。おばあちゃんの鼻一回取れてるけど。取れてんの？あの、犬に噛み砕かれて。それマジなの？マジなの。すげえ。嫌のに、嫌のに匂いわかんねえや。匂い。だから、その、まあ、鼻の穴一本だったかな、そしたら。ああ。なったかもしれない。鼻の穴一本？鼻の穴一本にはなってないけど、なんか鼻を噛まれて、なんか一回この、鼻の穴のところがスパッて切れて、はいはい、で塗って、あで、今なんともね、ちょっと線がいってるぐらいなんやけど、うん、まあ、言っときながらすごかったらしい。あ、これあれやで。どれやピーターがさ、あの、遺伝子組み換えた雲に噛まれて、スパイダーマンの能力やったやろ。あ一瞬やん。犬に鼻噛み砕かれて、すごい嗅覚を得たい。ああどっから犬の遺伝子入ったんか分からんけど。覚醒するのが遅すぎたんだよ。もう75やで。もう遅いな。いつ噛まれたか知らんけど。グーマンよ。ドグーマン。ドグーマン。全然かっこよくない。めっちゃ足速いんちゃう。アメコミになるやん。ドグーマン。ドグーマン。ならへんわ。ほんまに150センチぐらいの、ちょっとハゲかけた、乳が垂れたおばあちゃんが、あのピチピチのスーツ着て走り回んの。親愛なる隣人、ドグーマンよピチピチやろな。頼むから隣に住んでほしくないな。で、あれやろ、なんかこう。お父さんと喧嘩してお父さんが強盗に殺されるんおじさんおじさんおじさんが絶対そうやわ言うとくわ毒ウマンやな毒ウマン俺その実家帰った時にめっちゃ怒られてほら毒ウマンって言って怒られちゃう違う違うダボダボの服あるやん、うん、ダボダボの服サルエミいや分からんそのブランド名みたいに言われてダボダボの服あるダボダボの服があってはいはいはいガウチョパンツガウチョパンツっていうかもうサルエルねんけどあれ履いて家帰ったよ、うん、そしたらあんた何なんすか社会人としてその服装はどうなのいやそれはど、まあ自由なはずやからね。まあまあ、でも年配の方はね、そういうの嫌がりますね。その腰パンとかあるね。で、あの、おばあちゃんに今年お年玉あげたいんだけど。おばあちゃんにあげたうん。5000円だしな。変わった関係性やな。まあ、で、あげたいんだけど、5000円返されて、これで髪切ってきて。だらしないわ、その髪型も。サルエルパンツの方じゃなかったよ。なんか全体的にだらしないって言われて。ああ、もうとりあえず全部の話ですね。で、これで髪切ってきーって言われて。その5000円。うん。髪切ってない。綺麗。何した5000円で。5000円何もしてないな。なんかそのままなんかコンビニのご飯になった。まあもう日ごとにちょっとずつ使ってったのね。だから髪切ろうと思ってるんやけど、今めっちゃ長いやん、今俺。まあ。まあ、まあ、めっちゃってことじゃないけど。まあまあ長めですね。ちょっと眉にかかって。もう目かかって。まあ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 。だいたい髪切るときに前髪が食べれるようになって、はいはいはい。なおかつ食べなくてもいい経済状況なら切ろうかなって。どういうこと前髪食べなあかん経済状況とかある世の中に。前髪が。大変わ。もう、もう前髪食べようって。その場合は多分切って食べるよ。伸びてなくても。こうやってもう下、しゃくれて食う。しゃくれて食う。すぐなくなるはずやけど。何の栄養分もないであれ。でも、切りに行こうかなとも思って、まだ切れてないよな。ヒゲ剃りの CM みたいな。そう、ヒゲ剃りも剃ろうかなと思って。ヒゲ剃りは剃るんですかまあまあまあいいや。俺またこれ言われるか、切ってから。自分の話が多いわ。またダメだし、まあ、俺。チャンピーンの引き出しはめちゃくちゃ長い編集長に怒られるなんか言うたら必ず、俺なーって言って。結局リーダーの目標まだ分かんない。俺まだ言おう。25キロ痩せて言うたら、俺さーって言うすいません。まあまあ一応、な次は70キロぐらいかな。はいはいはい。身長は？ん？身長いくつやったっけ？ああ、176ぐらいですね。ああ、それは伸ばす。伸びないです。いや、伸びないです。そんな人いないでしょ。ちなみに月までが100キロやから、手伸ばしたら多分届くんじゃない？破壊獣か破壊獣の13巻のあの最後の月まで100キロじゃない、うん、宇宙まで宇宙まで100キロ月まで100キロ近すぎるやろお前ムジュラの仮面やんけそんなもんお前あー混同してた2万23万もうちょっとあるね30万キロぐらいじゃないそう、うん、
じゃあ身長やったら22、3万切るくらいならな。ならなじゃないよ。身長じゃないよ、そんなやつは。何の話お前のせいやぞ。お前が好きとかで。腰折るの好きなんや、俺。ああ、で、目標は ?70 キロですよ。70キロ切るぐらいで、まあ、明確な数字があった方が、まあ。リーダーがどんどん、だらしがあるようになって。だらしがあるよ。だらしがないの反対は、だらしがあるではないんですよ。気持ち悪さから気持ち良さに変わってきてる。うん。だらし。待ってくれ。気持ち悪かったか、俺。おい、そこや、ま、なんで黙んねん、おい。気持ち悪かった。どんどんだらしよ。え、でもリーダーと会ってから何年の付き合いも。5、6年 ?5 年ぐらいか。ぐらい経ちますね。ぐらいやろ。うん、俺らは、8年ぐらい。もう8年ぐらいですね。えっと、僕はもう8年ぐらい。長いな。長いですね。長いな。今一番だらしあるだらしあるってないやん。見るたんびにこう、かっこよくなってきてるから。だらし上げてきてるから。シャキッとしてるとか、シュッとしてる。なんかそういう風に言ってくれる。何だらしがあるって。だらしあるわ。だらし上げてきてんだよ、お前。うだつと同じぐらい。どう使うもん、それってな。なるほどね。まあ、60キロ切ると。違う違う違う、70キロね。あ、60キロ切ったらさすがに軽すぎるね。176センチで60キロ切ったら。ちょっとあの、多分心配になってくる。そうそう、もう、そのだらしがあることもなくなってくる。むしろだらしがなくなってくる。大丈夫かってなる。そうだよ、ね、今年の流行語大賞入るかな。MH 流行語大賞。だらしがある。だらしがある。覚えてるかな。もう結構経つ、長いで、まだまだ。あと11ヶ月。で、結局、チャッピーさんは言ってないですけど、そう、チャッピーですか。チャッピーの目標。最後。まあ俺はだから、人の話をよく聞く。なんやろ、みんな小学生みたいな。俺は、うん、そこに徹するような。今年も。あ、俺もう一個。あ、あったエルさんまだ。世界征服。やっぱ小学生小学生でも言わんわ、世界征服。具体的な方法とかもだって考えてないけど。あそうね。うんこを。もうあかんわ。みんなに投げて、で、俺の部下にする。小学生でも言わない。言わない。もうゴリラしか思いつかへん発想や、そんなもん。うんこ投げるっていうのがもう人の発想じゃない。なるほどね。まあ、先生頑張ってください。雑にお話したい。なんでちょっと怒ってるんだよね。俺の話折りやがってて。MH チャンネルっていうのはもっとなんかこう清楚なチャンネルとしては成り立たせないからさ、そうね、管理人としてはね、はい、管理人やうんこ禁止なあ今年うんこ禁止かもうほとんど何も喋られへんでうわもう一つの目標うんこ禁止で分かった、まあ、全体の目標一個決めても今日終わるかそうやな MH 全体の目標ああ分かる何します最後うんこ禁止じゃあかんのうんこ禁止も踏まえてそのまま、まあ大杉を連れ戻す。まあ大杉を参加させるから。いやそれは1年あったらできるやろ多分。できるのかな。今できんかったら俺。結局大杉しないな気がしてきてるけどな。大学卒業したらどうせ暇やろ。あそうですね今年ね大杉が暇になるから。うん、かな。来てくれるはずなんですけど単純に僕らのこと嫌いでなければ大杉君ももうそろそろね3月4月ぐらいかな。うん、まあこうレギュラーのように来てくれると思います。ってなわけでね。はい。はい。一応。まあもう2月ですけど、新年一発目の。お、あげました。おめでとうございました。おめでとうございました。そうですね。やろ。よいお年を。いや、違います、違います。だいぶ早いですね。うん、ではまあ、そういうことで終わりましょう。はい。はい。終わりー。